タイムボカンシリーズやっと出たンタイムボカンシリーズやっと出たンは、1981年2月7日から1982年2月6日まで、フジテレビ系列で、毎週土曜18時30分19時に、前後1 2話が放映された、タツノコプロ制作のテレビアニメ。タイムボカンシリーズ第5作目。本作品における、新要素として、ヒーローが、 従来の男女二人組から男性一人である点、そして高齢であった動物型メカに代わり、人型の巨大ヒーローロボット大巨神の登場が挙げられる。この大巨神は自我を持つだけでなく、扁平足を気にする義理人情に熱いロボットなのに汗をかいたり涙を流したりするなど、人間的な個性が与えられた。大巨神の登場は、 スポンサーの高得とイスの要請によるもので、フジテレビ側からは、ギャグアニメであるとして、登場に難色を示されたものの、最終的には、総監督の笹川博が登場の決断を、下している。玩ングの売り上げは、ヤッターマンに次ぐほど好評だったという。前作に引き続いて、悪玉チームの増員も行われ、本作品では子供を加えて5名編成となり、 ジュリー・コケマツとアランスカドに関しては、姿だけでなく、口調までも別人とも思えるデザインの変更が施された。また、シリーズを通して、悪玉チームの旗印に用いられたドクロマークも、本作品からは抽象化されたものになっている。悪玉メカのモチーフの多彩さも、前作より受け継いでおり、スポーツ、伝説上の偉人おとぎ話や、童話のキャラ、 伝説上の怪物へと一クールごとに変更されている。他方、本作品ではそれまでの恒例であった、おし置きに代わり、大巨神の大激度によって、おし置きよりもさらに激しい仕打ちがなされている。タイムトラベルのシーンや、大馬神殿内の空間などの演出では、タイム母艦以来となるスキャニメイトが使用された。またメカバトルの舞台は前作までとは異なり、一貫して、 タイムトラベルした場所で行われるようになった。私立探偵事務所で女子として働く渡るとこ読みの元に千年後の未来から二人の遠い子孫であるカレン姫がタイムマシンでやってくる。彼女は未来の地球であるナンダーラ王国の王女だが国王である父が亡くなったことで次期国王を決める必要が生じていることを告げる。しかしナンダーラ王位につくには 王位継承の証である時空を超えることのできる鳥呪弱を探し出して捕まえる必要があった。そのために二人に呪弱探しの助力を求めに来た。しかし、ナンダーラ王国王位を狙うのがもう一組いた。賄賂の使いすぎで没落したスカプラ王朝末への未練女とその一味である。未練女は、弟のコマロ王子をナンダーラの王位につけてば莫大な、富を縁とし、 さらにナンダーラの乗っ取りを起としていた。行く先々で未練女姫一味はメカを繰り出し、カレン姫一行を妨害して、呪弱のダッシュを試みる。渡るはカレンからやっとデトマンになる力を授かり、妨害する未練女姫たちの悪だみを、自意識を持った巨大ロボット大巨人と共に跳ね返す。主要な顔ぶれは前作までとほぼ同様であるが、本作品の後半より、 サブキャラクターデザイナーとして、当時、笹川博事務所に所属していた上、上北美奈と上北望美佐が新たに参加、以降のシリーズ作品においても引き続き名を連ねるようになった。山本は主題歌の作詞、作曲を担当したものの、シリーズで初めて主題歌の歌唱は担当しなかった。ありがとうございます。